Suzuki。じゃあちょっと次行きましょうか。はい。スパルタ基礎知識、スパルタとアテネ。これはやっぱりスパルタを知る上でアテネとの対比ってすごい分かりやすくて、はいはいはい、まあギリシャの有名な2つの国っていう話ですよね。まあ東京と大阪みたいになるんですかね。なるほど、イメージしやすい。実際めちゃくちゃ真逆なんですよ。スパルタは脳筋でしょ、アテネは賢いんです。はあ、なんかこの対比がまたいいですね。いや楽しくてこれがジャイアントできすぎくんですよ。いいですね。アテネは学術都市だからアリストテレスとかソクラテスとかプラトンとか有名な、そうみんななんか聞いたことあるめちゃくちゃ有名な学者を大量に輩出しているし、経済大国でもあるんで、ものすごく経済とかをうまくこう活用していろんな収入を得てるんですよ。貿易もやってるし、商売上手です。商売上手ですよね。で海軍国だし、一方でスパルタっていうのは陸軍国で、鎖国してるから貿易とかせず自給自足生活でストイックで、アテネはもう少し享楽的な、もっとなんか楽しもうぜみたいな、訓練もしてない。でアテネ人の幸せって暇なことなんですよ。なるほど。そう、アテネもまあすごい経済大国だし、奴隷とかもいるんで、普通の人一人のアテネ市民が大体 2,3 人ぐらいの奴隷を持ってるんですね。だから当時の働くって別にその今でいう会社の企業活動とかないから、単純にその農作物育てるとかそういうやつじゃないですか。そういうの全部奴隷にさせてるんで、働いてないわけ。全員ニートなんですよ。だからニートというか経営者なのかな。奴隷を使ってるわけですよね。使ってるけど、なんていうか、経営するほどのこともないわけですよ。もう本当に家事やっといてみたいな感じで、アテネにとってはもう暇であることってすごく大事で、だから学術都市になっていくんですけど、暇だからやることないわけです、みんな。で議論とかし始めちゃうわけ、それで。暇だから、暇だから人生の意味とか考えるじゃないですか。そうですね。暇であることって結構そういう思想活動に対してすごいダイレクトなんですけど、アテネはそうなっていくんですね。で一方でスパルタはさっき言ったみたいに7歳から共同生活で戦士として育てられてみたいな、トレーニング暇がないんですね。トレーニングしてなかったらダメだから、ずっとトレーニングしてる。なんなら散歩もしちゃダメです。散歩しちゃダメです。散歩はダメらしいですね。あれがもう緩んでるってことですか。散歩する時間があるなら鍛えろって言って、スパルタ人がスパルタ人の偉い人に怒られるっていう。なるほど。だからまあ2つの意味で本当に遊びがないですよね。遊びがない。余裕っていう意味でも、そのなんていうんですか、娯楽っていう意味でも。遊びっていうものがあるないによって国の発展の仕方が全然違う。そうですね。っていうことなんですね。まあ学術都市として発展していったアテネ、学術都市経済都市として発展していったアテネと、まあその軍事国家として発展していったスパルタっていうのは、まあ二大巨頭としてギリシャ世界を牽引していく2つの潮流になっていくんですね。全く真逆のこの2つが。でちょっと話飛びますけど、ごめんなさい、長くなるかもしれないけど。当時ね、このギリシャ世界以外にどんな世界があったかっていう話をすると、大きくエジプトとペルシャっていうのがあったんですよ。ペルシャ絨毯のペルシャ。そうです。ペルシア帝国っていうもうめっちゃ強いやつがいるんですよ。ギリシャって大体ですね、ポリスってさっき言ったやつが800ぐらい同時に存在していて、600から800ぐらいだから、めちゃくちゃいっぱいある。で今でいうと国っていうよりは町って感じなんですね。城壁に囲まれた町みたいなのがたくさんあるみたいなのがそのギリシャ世界の風景で、一方でエジプト、有名なエジプトは本当エジプト、ピラミッドのあるエジプトっていう文化圏を築いていて、でもう一つね、ペルシャ帝国っていうのがあるんですよ。このペルシャ帝国ってすごくて、人類初の多民族国家なんですね。いろんな民族を統治してるんですよ。で今でも県知事とかいるじゃないですか、日本にも。この県知事みたいな存在を初めて作ったのがペルシャ帝国。サトラペっていうんですけど、そういうなんか要は行政として中央集権国家を作るときにどういうふうにそれを構築していくかっていうのを考えたのが、一番最初に考えたのがペルシャ帝国で、自分と違う民族をこう治めていかないといけないから、この人たちに知事みたいな人を中央から派遣して配置して、その人たちに治めさせるっていう方法を取ってた。他にもいろんな方法あるんですよ。例えばその現地の王様に権限を移譲するみたいな。例えば幕府とかそうなんですよ。日本の江戸幕府とかっていうのはそれぞれ殿様がいて、その殿様たちが自分で徴税権を持ってて、どんな税金をこう徴税してどういうふうに納めるかは比較的自由にしてもらってて、その藩の中ではその人が王様ですみたいな、殿様です。現場監督は現場に、現場のことは現場監督とか、その殿様の中の殿様が徳川家ですみたいな。けどペルシャ帝国っていうのは全部中央から派遣してるわけです。っていう統治方法を初めて確立したのがペルシャ帝国で、ものすげえ広大な地域を、もう世界史上最大です。その当時ものすげえ広大な地域をこう治めてたそのペルシャ帝国がついにギリシャに攻めてくるみたいな時があって、その時に実はスパルタとアテネは結構手を取り合って一緒に戦って撃退するんですよ。あららら、スラムダンクのルカーと桜木みたいな。みたいな、結構マジでガチでそんな感じで、ずっと仲悪かったんですよ。だって悪いですよね。軍事国家と学術経済都市ですよ。全然違うじゃん。だからアテネから見たらめちゃくちゃ野蛮だし、この人たちから見たらめちゃくちゃスパルタから見たらアテネってめちゃくちゃ貧弱なやつなんですよ。この2つ仲悪かったんだけど、外敵が来たら一致団結して追い返すみたいなのがあって。おお、かっこいい。これ何の話しようとしてる、この話出してます。そう、とりあえず追い返して、それが2回あったんだけど、2回あってそれをどっちとも追い返していった後に、仲良かったのに、その時仲良くなったのすごく、一緒に追い返してるから。その後めちゃくちゃ仲悪くなっていくんですよ、また。あらら、外敵いなくなって、あら、内紛みたいな。そう、今度はスパルタとアテネがどっちがギリシャ世界の覇権を握るかみたいなのを争い始めるんですよ。共通の敵がいなくなるとね、そうなるんですね。共通の敵いなくなっちゃったから争い始めた時に、さっきも言ったんですけど、こっちは経済大国だから、アテネは貿易とかで他の国にも経済的に寄与してたんですよ。だけどスパルタって鎖国してるから、本当にこの一国だけでこう完結してるんですね。こういう力関係だったこの2国のスパルタの方がこの戦争に勝っちゃうんですよ。あら、意外ですね。今の社会でいうとスパルタの方が古いんですというか、古い感じするでしょ。これでね、アテネが負けちゃうんですよ。あらら、そこで1個正解出しちゃうんですね、スパルタが。そうで、これにはいろんな要因があって、当時ちょっとこれもまた長くなるけど、ギリシャって民主制なんですよ、ギリシャ諸都市は。民主制っていうのは要は、国民が全員で決める、そうなんですね、政治を。それってすごいことじゃないですか。今の日本のだって2700年とか2500年ぐらい、大体2500年ぐらい前に民主制が確立されてるんだけど、ギリシャの世界で2500年前ですよ、民主制なんですよ。すごくない？すごいですね。すごいですよね。王様がやってそうなイメージですけど、2500年前に民主制を確立して、そのスパルタも王様はいるんだけど議会があるから、その議会で決めれるし、立法も議会でするし、アテネはもっと民主制が進んでて、その王様いないんですね。でそれで議会でこう決めていくんだけれども、アテネとスパルタがこのどっちとも民主制でやってて、スパルタは議会があるんだけど、さっき言ったみたいに脳筋だから議論できないから、バカなんですよ、はっきり言って。バカなんですね。どうやって決めるんだったっけ？そう、戦争に行くかどうかみたいなのとかも全部その議会で決めるんだけど、王様が決めるんじゃなくて議会で決めるんですけど、議会で決める時にこう質問するわけです、議会のみんなに。これどうだと思うかみたいなこと聞いたら、そのこう声が。だから戦争やるかどうかみたいなのを聞いた時に、スパルタの市民が「わー!」ってなったら「行く」声の大きさです。議論シーンってなったら「行かない」「行かない」すげえな、デシベルなんですね、音の大きさというか。アテネはちゃんと議論して決める。うちは議論しない。もう要はできない、物理的な声のでかさで意見が決まる。それも多数決に近いんだね。多数決に近いです。だから民主制で、なんならスパルタとかは戦争に行かないと臆病だから行く、大体。まあそうですね。そう、同じ民主制なんだけれどもそういう違いがあったりだとかして、でアテネがそうなんで戦争にアテネの方が負けちゃったのかなんですけど、アテネは州具政治に陥るんですよ。また新たな州具政治、大衆の衆に愚かな、愚かという字で、大衆が愚かになる、そう、大衆が愚かになってしまう政治っていう意味なんですけど、アテネは一時栄華を極めるんですね。まずそのペルシア軍が攻めてくる来た直後ですよね。追い返した直後にアテネって全盛期を迎えるんですよ。だからちょっと待ってください。ペルシャと戦った時はアテネとスパルタが仲良くて、まあ同列というかで、一回アテネが上に行くってことですか。そうなんです。一回アテネは全盛期を迎えて、まあその戦ってないからまだどっちが上かとか分かってないんだけど、要はいわゆるアテネの中で全盛期を迎えるんですよ。そのいろんな文化が発達するし、あと特に経済的にすごくこう満たされていくんですね。貿易とかこれも難しい話すると、当時アテネがペルシャに戦うために海軍を整えたんですよ。で海軍を整えると何ができるようになるかというと、貿易を安全に行うことができるようになるんですね。そこで貿易が最盛期を迎えた結果、そのアテネで作った特産品とか他の国の特産品みたいなのを交換する貿易がすごく発達して、しかもエーゲ海があるから、その海を使ってそれをその海軍で守られながら貿易できますみたいなのがあったから、めちゃくちゃ栄華を極めて超金持ちになるし、そのなんていうか文化も発達するんですけど、その結果ですね、国民のメンタリティーがこれを維持したいになるんですよ。あ、これはなんかちょっとキーワードが出ましたよ。これ歴史上全部そうなんですけど、一回栄華を極めるとチャレンジ精神がなくなって保守的になっていくんですよね。これですよ。で保守的になった時にどんな政治家が問われるかっていうと、不安を煽るやつなんですよ。ちょっと待ってください。どういうなんでかっていうと、今僕たちこんなに栄華を極めてるけど、今ここにこんな国が出てきて、そいつらって俺らにとって脅威だよねみたいな、早めに潰そうぜとか、そういうことを言い出すわけ。そういうことを言う人たちが尊ばれるというか、確かにみたいに思って、その人たちにこう寄っていくみたいなことを思って、でもその人たちがやってることって新しいものを作ったりとか何かを積み上げて価値を出すというよりは、ただ恐怖を煽ってるだけなんですよ。なるほど。ただ恐怖を煽ってるだけのような人たちがたくさん政治家で出てくるんですよ。これはデマゴーグって言うんですけど、州具政治のことデマゴーグって言うんですけど、デマゴーグ、そうで、この州具政治家のことをデマゴーゴスって言うんですけど、この人たちがバーって出てきて、アテネはそっちにこうガーって吸い寄せられていっちゃった結果、本質的にアテネにとっていい決断っていうのができなくなっていくんですよ。頭いい人たちがたくさん集まって経済大国になって、民主制もスパルタよりも確立しているのにもかかわらず、あとみんな正しい決断ができなくなっていくわけだから、全くアテネの海軍とかは実はスパルタと戦った時は機能しなかったんですよ。もう内紛ばっかり、アテネの中で内紛とか政治の足の引っ張り合いとかばっかりしちゃって、もう全然対外的に力を発揮できないっていう状態がアテネで起こってしまうと。めちゃくちゃ面白い。一方でスパルタはずっと老金なんで、州具政治、まあ言ってみれば最初からみんなバカなんですけど、正しい決断も行えないんだけど、すっげえダメにもなんないんですよ。要はシンプルなんですね。シンプルだから、でここにしかも、ギリシャに負けたスパルタじゃなくてペルシアが、なんとスパルタに資金援助してるんです、実は裏で。またな、もう複雑でしょ。なんすかこれは。複雑だけどシンプル。ペルシャはお金たくさん持ってるんです。このお金をたくさん持ってるペルシャはギリシャに負けちゃったんですね。ギリシャなんて自分たちに比べたらめちゃくちゃちっちゃいんですよ。死ぬほどでかいからペルシャって屈辱なわけですよ。だからいつかリベンジしてやろうって思ってるんだけど、まあ負けちゃったからしばらく攻め入ることができない。その状態でペルシャは、要はアテネとスパルタが結託して、この2つが二大巨頭でこう栄華を極めてるでしょ。仲間割れさせたかったんですよ。うわー、意地汚い。もう金の力を使って。そう。で、スパルタは軍事国家だからお金持ってないから、そのスパルタに資金援助してアテネと戦わせようとするわけです。なるほど。でその通りになるんです。それでスパルタに資金援助した結果、スパルタはお金を稼ぐ力はないんだけど軍事力はあるからお金さえあればなんとかなるでしょ。でスパルタは一方でお金があるんだけどこの中で全然意見が一致しないからどんどんぐちゃぐちゃになっていくんです。でこの状態のスパルタとアテナが戦ったでスパルタが勝ってしまうんですね。はあ、資金援助の力もだから結構ある。めちゃくちゃでかいですね。修具政治にアテネがなったのと資金援助でスパルタがこう底上げされたっていうのでスパルタが勝っちゃうんだけど、もうこれ本当この後ペルシャ帝国の思い通りになるんですけど、スパルタが勝つってことはスパルタが覇権を握るってことですよね。けどスパルタって軍事国家だから軍隊のことしか考えてないですよ。外交もできないし、経済についても何も考えてないわけですよ。会社経営ができない。だからこの後何が起こるかっていうと、アテネが今まで貿易でこうやって栄えさせてたギリシャ世界全体の収入を下げちゃうんですよ。あらららら。だから全員ね生活苦しくなっていくんですよ、ギリシャ全体が。その結果ね何が起こるかっていうと、これもひどいんだけど、みんなね傭兵になっていくんですよ。要は出稼ぎの軍人になっていくんです。ギリシャ人ってさっき言ったように重装歩兵として強いんで、誰が雇ったかっつったらペルシャが雇ったんです。もううわすわ怖い。はあ。それをペルシャがお金持ってるから、一番近くにいるギリシャじゃないお金持ってる国ってペルシャなんで、ペルシャが雇って。うわだから植民地に近い考え方ですよね。なんか潰して頼らせて飼いならすみたいな。だからスパルタが覇権を握った結果、ギリシャ全体がこうガーンって落ちて、そのまんまちなみにギリシャはダメになっていきます。はあ。だからトップ潰して権力の犬にさせて権力で飼いならすみたいなことなんですね。いや面白い。本題からずれましたけど、いやでも全然あれだよね。その組織とか会社もそうで、やっぱり最初の方はみんなちっちゃいから、一生懸命まとまって頑張るけど、だんだんそう企業がでかくなってうまくいくと、利益がいって上がってしまうと、それを守ろうとするわけです。矢印が外に向いてたのが全部ベクトルが中に向いてしまって、社内政治とか、社内政治をし始めたりだとか、その意思決定をできなくなっていくんですね。本質的意思決定を、出る杭が打たれたりとか。これはやっぱりその人間がこういう人間の組織の構造的な修正ですよね。構造的欠陥なり修正ですよね。なんかだって同じようなことが現代社会でもいろんなところで起こってるような気がする。どこでも起こるんで、別に人間が悪いわけじゃないんだけど、こういうふうになるようになってるんですよね、やっぱ。ちょっとこれ答えあるかどうかわかんないんですけど、そのギリシャという国がじゃあどうすりゃよかったんですかっていう。G. カイエ・スズク。